はフォルテデザインシステムズのトレーニングシリーズにようこそこのビデオをご覧になって学習することでシンセサイズを使った設計について理解していただくことを期待しております今回はハイレベルコードの標準であるシステムシーンについてご紹介しますまずいくつかの点について確認しますこのトレーニングはハードウェア設計についての知識がありベイログのようなハードウェア記述言語を使ったことがある方を想定していますモデリングやアルゴリズム開発の経験があるとさらに良いです それは C 言語をよく知っていることになるからですしかし純粋なハードウェア設計者で C 言語を知らなくても心配いりませんその都度必要のある構文については説明しますそしてもう一つ知ってほしいことがありますシステム C では言語という言葉を使わなかったことですそれはシステム C は言語ではないからですシステム C は C++ のクラスライブラリーで 通常の C 言語では記述できないハードウェア動作を仮想的に動作させることができますそのため並列処理やビット精度をモデル化できシミュレーションで連続的に時間を進めることができますでは始めましょうハードウェアデザインを作成する時にはまずはモジュールに名前を付けることから始まりますシステム C ではどのようにすればよいでしょうかまず必要なことはシステム C ライブラリを取り込むことです C 言語のインクルード文でシステム C.h というヘッダーファイルを取り込みます これは、システム C のトップレベルファイルで、システム C で利用可能な演算子・関数など、すべての構文をモジュールで使用可能にすることを意味します。最初に、システム C キーワード SC u n d e r s c モジュールについて紹介します。まず、SC モジュールに続く括弧内にモジュール名を定義します。それに続く括弧の中の記述が実際のシステム C モジュールとなります。モジュールがあるとポートが必要です。 入力ポートを SC アンダースコアインクラスで、続けてポート名セミコロンで宣言します。出力ポートは同じように SC アンダースコアアウトクラスで宣言できます。SC インと SC アウトポートクラスはテンプレートと呼ばれます。大なり記号と小なり記号の括弧を使って引数を渡し、プラスに対するパラメータを指定します。SC インと SC アウトポートの引数は、整数や固定小数点といったデータタイプを指定できます。データタイプについては後ほど説明します。 今はこの DT マクロをデータタイプのプレースホルダーとして使っていることを覚えていってください SC モジュールの作成に必要なものがもう一つありますそれはコンストラクターです SC underscore CTOR というキーワードをこのようにモジュールの中に指定します SC モジュールと同じように括弧内に名前が必要で規則としてモジュールと同じ名前を持たなければなりませんコンストラクターの本体は中括弧で囲みます コンストラクターは C++ の概念の一つで簡単にはモジュールを構築する基本的なビルディングブロックだと考えてくださいモジュールがシミュレーション用にインスタンス化された時に一度だけ実行されますデザインがクロックの立ち上がりや立ち下がりエッジに変化するのを指定したりシミュレーション波形の表示のために内部信号を指定したりしますモジュールにはポートが必要です単に A と B の入力ポートから入力を読み込み単純な演算を実行し 結果ををポート、F、に書き込む例を考えてみます。最初にポートからの読み込みと書き出しをどのように行うかを紹介します。scin ポートクラスは read という関数を持ちポートから値を読み込みます。scout ポートクラスは right という関数を持ちポートに値を書き出します。例を挙げます。入力ポートインプを持ちローカル変数 x に値を代入する場合 x インプ u t b r e a d という式を記入します。反対にバルというローカル変数を持ち ポートアウト P には値を書き出したい場合アウト P ドットライトバルと記述しバルを引数にしますさてコーディングの例に戻りますアンド演算を行うモジュールにメンバー関数を追加しますこの関数をファンクとしボイドファンクと宣言しますこのボイドは C 言語のキーワードでその関数は値を戻さないことを意味しますそして空の括弧はファンクは引数は何も持たないことを意味します中のの後にファンクの動作として、 ままず F.Light と記述します。これは出力ポート F に値を書き出すことを意味しその値は入力ポート A と入力ポート B から読み込んだ値をアンド演算した結果です次に関数の定義を完成させるために中括弧を閉じますこれでほとんど終了ですがシステム C モジュールの完成には最後に一つ非常に重要な構文がありますそれはスレッドですシステム C のスレッドはハードや処理として動作するように書かれたコードブロックと言えます SC モジュールには複数のスレッドが存在できそれぞれが同時に並行して実行されますそれは C 言語ではできないことです C 言語ではコードは順序処理されますハードウェアのモデル化のためにスレッドは信号クロックエッジあるいは時間経過に対して応答する必要がありますスレッドの最もユニークな点はユーザーが呼び出すのではなくコンストラクターに定義するだけでスレッドは常にアクティブであることですシステム C には3種類のスレッドがありますそれらは SC メソッド SC スレッド、そして SCC スレッドです。では、それらを見ていきましょう。SC メソッドは、イベントによってトリガーされるたびに正確に一度だけ実行されるスレッドです。これは途切れなく走り続けます。ベールログのオーレ is b l o c によく似ています。SC メソッドは、合成でサポートされ、組み合わせ論理や1クロックサイクルで実行するカウンターのような順序回路のモデリングに役立ちます。高位合成であまり使用頻度が高くないのが SC スレッドです。 SC スレッドは一度だけ実行されるスレッドでこれはシミュレーションの最初に一度だけ実行されシミュレーションが終了したときには停止します継続的に繰り返して実行したい場合はその中にホワイルループのような無限ループを置かなければなりませんこれはベイログのイニシャラ文とよく似ていますしかし SC スレッドは抗位合成の対象にはなりませんこれはテストベンチで有用です SC スレッドは検証に関するビデオで紹介しますそして最後は SCC スレッドです C はクロックを意味します SCC スレッドは継続的に実行されクロックエッジに対して応答します。これは高有合成可能で複数のクロックサイクルで実行されるという点が SC メソッドとは異なります。このため SCC スレッドは固有設計に最もよく使われます。FYR フィルターや H.264 のような抽象的なデザインは実行するのに何百ものクロックサイクルを必要としているからです。シンセサイザーで合成するほとんど全てのデザインは SCC スレッドを用います。またコーディングの例に戻ります。 こここに関数があります。これはシンプルな組み合わせ論理の一つです。これまでスレッドについて学んだことから考えてここでは SC メソッドスレッドを使うのがベストですそこでこの関数を SC メソッドで実現するためにシステム C コンストラクター内に SC メソッドと引数として動作関数名を指定します指定したファンクは SC メソッドスレッドになります次にこの SC メソッドに対するセンシティビティを指定します A と B は関数の入力信号なので 信号の値が変わったときに、いつでも SC メソッドを実行する必要があります。そこで、SC メソッドのすぐ下の行に、キーワードセンシティブに続いて、左シフト演算子によって分離されたセンシティブ信号のリストを記述します。システム C では、左シフト演算子がセンシティブ信号やイベントのリストを表すのに使用します。ここで、このデザインをもう少し興味深いものにしましょう。もし、この関数をシーケンシャルに、つまり立ち上がりクロックエッジにセンシティブに実行したい場合にはどうすればよいでしょうか。 まず新しい入力ポートとしてクロックを用意します先ほど学んだ SCIN ポートクラスを使ってコード内にクロックポートを付け加えますクロックは常に1ビット幅の信号なのでこのようにシュプラプラ言語のブールデータタイプを使ってシングルワイヤーを指定します次にシステム C コンストラクターを少しだけ変更しなければいけませんシーケンシャルな SC メソッドでは A や B では変わりません その代わりにクロックの立ち上がりによって変わります。そこでセンシティブ部分をシングルイベントのクロック .pos に変更します。システム C クロッククラスでは、このポスというメンバー関数がクロック入力の立ち上がりエッジを意味します。同様に立ち上がりエッジに対してセンシティブにしたい場合は、センシティブのイベントをクロック .neg にします。さて、まだ解決すべき問題が一つ残っています。このデザインの入力と出力のデータタイプがまだ定義されていません。 システム C で利用できるデータタイプはたくさんありますが、今回は多くのデザインで使用する可能性の高いものの一つを紹介します。それは整数です。システム C はビット精度の整数データタイプを持っています。それは固定幅で、ビットセレクトとパートセレクトが可能です。これは C 言語の一般的なイントデータタイプとは異なります。デザインにイントを使うこともできますし、シンセサイザーも実行できます。しかし常にビット幅は32ビットとして扱われます。 システム C の整数データタイプには2種類あり、符号付きと符号なしです。符号なし整数は scuint テンプレートクラスを使って宣言し、符号付き整数は scuint テンプレートクラスで宣言します。さて、この例で必要とされる scuint クラスは、1つの引数 n を持ち、それはビット幅を意味します。ここでは符号なし整数 x を宣言し、幅を3にしています。この表は x が取り入れる値を示しています。 SC トトクラスの最上位ビットは符号ビッッは、符号です。従って3ビットの符号付き整数では0から7ではなくここに示したように -4 からプラス3ままでの値を取ることになります。さてデザインに戻って DT データタイプのプレースホルダーに実際のシステム C データタイプを指定してみます。ポートに1ビットの符号なし整数データタイプが必要な場合はこのように SCUIN と指定します。 これでポート ABF はすべて1ビット幅の符号なしタイプとなります。さて、このようにわずか10分で基本的なデザインを作成するために必要なシステム C を学べました。さて、このビデオで何を学んだかをレビューしましょう。SC アンダースコアモジュールを使ってシステム C モジュールの記述方法を学びました。SCIN と SCOUT ポートクラスを使ってモジュールに入力と出力ポートを加えました。デザイン動作を記述する関数や ドットリード、ドットライトを使ってポートへ読み書きする方法について学びましたモジュールがシステム C コンストラクターを使用とし関数をスレッドにするための方法について学びました3つの異なるスレッドとして SC メソッド SC スレッド SCC スレッドについて学びましたセンシティブキーワードと左シフト演算子を用いて 信号やクロックエッジに応答するスレッドを作成し .post.neg のクロックエッジ関数について学びましたそしてシステム C の整数データタイプを学びました SCUInt が符号なしそして SCInt が符号付きですフォルテデザインシステム社のシステム C 入門編を楽しんでいただけたでしょうか次回もさらにハイレベルデザイン機能について紹介しますどうもありがとうございました